肩のマッサージ、四肢の腹で手と反対側の首の付け根から肩先の骨の手前まで線状に揉んでいきます。肩先の骨の手前まで来たら首の付け根に戻りましょう。反対側も同じように行います。四肢の腹で手と反対側の首の付け根から肩先の骨の手前まで線状に揉んでいきます。肩先の骨の手前まで来たら首の付け根に戻りましょう。このマッサージは肩のこりを和らげてくれます。それでは次に肩甲骨のマッサージを行います。四肢の腹で手と反対側の肩甲骨の角から肩甲骨の際に沿って手の届くところまで線状に揉んでいきます。手の届くところまで来たら角に戻りましょう。反対側も同じように行います。四肢の腹で手と反対側の肩甲骨の角から肩甲骨の際に沿って手の届くところまで線状に揉んでいきます。手の届くところまで来たら角に戻りましょう。このマッサージは肩甲骨のこりを和らげます。